今年なんですけれども、はい、お疲れ様です。店長です。どうもでございます。本日なんですけれども、お昼の間に平田クワガタやネブトクワガタをたくさん捕まえた大クワガタがいるよっていう噂の私の地元のポイントにやってきました。僕はですね、7時前なんですけれども、間もなく日が暮れます。ライトトラップをやってみたいと思います。さあ、ライトトラップ来るんでしょうか？来ないんでしょうか？ちなみになんですけど、今年なんですけれども、ノコギリクワガタやミヤマクワガタ、それ以外のクワガタ虫の発生がめちゃめちゃ少ないんですよ。ちょっと私もびっくりするぐらい虫の量が少なくて、そもそもライトトラップにちゃんとクワガタ虫やカブトムシが飛んできてくれるのか、すんごい不安に思ってますけれども、とりあえずやってみましょう。よろしくお願いします。今年は自信ないな。はい、ただいま7時40分ですね。スタートいたしました。さあ、スタートしたところ、早速、ガオかな、ハムスかな、いくつか飛んできてるんですけれども、甲虫は一匹も飛んできてない感じですね。じゃあ、何かの単純に撮影していきたいと思うんですね。ただいまの時刻がですね、19時53分です。さっきと右のところにカメラが回されて、ちょっと張り付いたものがいて、え、コアラだなって思ったんですけれども、コアラムシでしたね。なんかコアラムシ一匹ってちょっと胸に張り付いて、そのままどっか飛んできました。甲虫第1号のコアラムシさんだと思います。ただいまの時刻が19時55分ぐらいです。先ほどからほとんど時間経ってないんですけど、こんな感じでね、バッタとか小さい虫がいっぱい来るようになりました。ただ、昆虫はほぼ来てないですね。昨日のブイブイが1匹だけですね。コオロギもね、結構飛んできてるんですよ。コオロギちっちゃいですね。まだ赤ちゃんコオロギですね。なんかこんなに距離が飛んできて、これなんだ？ちょっと移動させてみよう。で、なんでしょうね。水生昆虫っぽく見えるのか。なんでしょう、これ。この辺、田んぼとか結構周りにあるんで、そういったところから飛んできたんやと思います。また小金虫の中も飛んできました。隠れる、隠れる、隠れる。あ、緑色。うん。ぼちぼちと甲虫も飛んできましたね。はい。おお、飛んでる飛んでる。だ、どんどん、ちょっと、つけつけ。君誰？コガネムシですね。コガネムシの仲間が飛んできましたね。粉吹いてるみたいな感じがですね。ただいまの時刻、8時を少し過ぎたところになりますね。虫の飛翔は相変わらず増えてます。ただ、大きな昆虫はまだ少ないですね。さっきのなんか水生昆虫っぽいやつとか、コガネムシとか、カナブンの仲間っぽいのが飛んでくるんですけれども、周りのクワガタカブトムシはまだ一切来てないです。これ、オケラですね。めっちゃ早いよ。どこに行った？これがオケラですよ。わかりますよ。めちゃめちゃ速さ速いですよ。こんな速くなると思うか。潜れるし、泳げるし、走れるし、飛べるし、すげえ。今20時15分、結構甲虫は飛んできてるんですけど、先ほどまでなんかガサンっていう大きめの音がしたんですよ。なんか多いかな。もいないんですね。多分カナブンだと思うんですけどね。あんまりクワガタムシは1匹も飛んでないんですよ。早く何か来てほしいですね。お、大黒さんが来てますね。大黒コガネさんですね。おぉ、コガネムシ。この系統のコガネムシ、カナブンはよく来てますね。しかもね、ボン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 、ね、カナブンとかも、ね、飛んできてるんですけどね。これまたカブトムシはびっくりするぐらい届きなんですよ。そろそろなんか来てもいいような気がするんですけどね。以前、スネオを飛びに行った時と、ところと違って、ガーは少ないんです。でかいガーは全然出ないですね。そろそろなんか来ないコガネムシ。さっきからね、結構ブーンって音してるとね、このコガネムシなんです。これ、青が飛んじゃった飛んじゃった。あ、こういうんですね。こいつはですね、この仲間がね、いっぱい飛んでるんですよ。そのたんびにね、カブトムシかクワガタかって思うんですけどね、渡すぞみたいな感じで言うんですよね。かっこいいさせばって。あ、君かーって言うんです。よう来るなー。こいつ落としたら大体君やもんなー。20時21分です。ちょっとあまりにもですね、クワガタムシは何も来ないんで、少しだけ照明の角度を変えてみました。これで来る時もありますんで、ちょっと様子を見たいと思います。はい、ただいま20時25分です。虫の飛翔は相変わらず結構あるんですけれども、大体来てる種類っていうのはもう固定ですね。クワガタムシ、カブトムシはほぼ来ない感じになっております。ちょっとだけ山に当たるような感じで明かりを調整してみたんですけれども、難しいですね。ここのポイントじゃないかもしれないですね。もうちょっと様子を見ます。はい。
角度を変えてから行くと結構甲虫飛んできてるんですけれども、それでもカブトムシクワガタムシはないんです。今年はですね、ライトトラップやっても成果が出にくいっていうふうにあちこちで言われてるんですけれども、ここは日中結構クワガタムシを捕まえたのにそれでも飛んでくる。まあもちろん捕まえたクワガタムシが拾ったコクワ、それからウブト、ここはとにかくとしては他の店でいっぱい光に飛んでくる印象のない虫ですから、しょうがないっちゃしょうがないかもしれないけれども、ちょっとこのライトトラップは寂しい感じがしてですね、いやー気にするな、どっかの大学店来るのか、クワガタ大学店来てくれよ、頼むで。特定の木だけをピンポイントでやってみました。そう、ネタです。マコギリカミキリさんが飛んできましたね。頭からびっくりするほど頭がありがとうございます。お尻を見せておこう。マコギリカミキリさんですよ。はい、こんな虫です。山カミキリしか思えないとね。山こんな大きな飛び出結構飛ぶね。ただいまの時刻20時50分となっております。メンバーは固定化されてますね。ノコギリカミキリ、それからカナブンの仲間たち来てくれるたんびにブーンボソって音がするんで、今度こそって思うんですけれども、君たちさっきもいたよねっていう子たちばっかりになってくれるんですよね。音的に言うと一次面接合格なんですけれども、二次面接の種族判定で全部落ちちゃってるんですよね。お帰りはあちらなんで、そろそろ帰っていただけませんかね。クワガタムシ、カブトムシさん、ぜひご来社をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、お疲れさんです、店長です。ただいま時刻がですね、9時になろうとしているぐらいのタイミングなんですけれども、撤収です。いや、クワガタカブト何も飛んでこないです。あのですね、カナブンとかオケラとか、あと水生昆虫とか、好きな人は好きやなっていう虫は飛んできてるんですけれども、私たちのメインターゲットが何も来てないんですよね。うん、場所が悪かったのかとも思うんですけれども、同時に今年はですね、ノコギリとかミヤマとかその他のクワガタムシ、カブトムシの発生が非常に少ないんです。関西方面だけなんかもしれない、この兵庫県の南部だけなんかもしれないんですけれども、なんでかっていうとですね、梅雨がですね、ものすごく空梅雨なんですよね。で、空梅雨の時って言ったらクワガタムシ、カブトムシ少ない時が多いんですよ。多分今年はこのまま行くと外れ年になる可能性があります。もうちょっとですね、8月が近づいてくると状況は変わるかもしれないんですけれども、相変わらず雨が少ないんでね、どうでしょうね、今年はちょっとしんどいかもしれませんね。今日初の坊主ということでライトトラップで残念でしたけれども、こういうこともありますんで、よろしくお願いします。今回は残念でしたけれども、また次回頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。今回はこのような形で終了となりましたけれども、お疲れさんでした。自然相手やから毎回大当たりをするのは無理かな。